皆さんこんにちは、チルスタイルです。今回は温泉旅館のサービスと高級寿司店のディナーが組み合わさった泊まれるお寿司屋さんに行ってきました。どんなお料理が食べられるのか、また真鶴の見どころも合わせてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今日は大荒れの天気ですが、1年前から予約していたお店に向かいます。本当なら景色がいいポイントなんですが、海真っ白。去年からめっちゃ楽しみにしていたのは、真鶴にあるお寿司屋さん、伊藤家の坪さんです。真鶴は神奈川の西の端にある小さな半島です。こちらは真鶴の海が見える高台にある古民家を改装したお寿司屋さんです。主に近郊の相模湾で獲れた新鮮なお魚を使った絶品お寿司がいただけるだけでなく、2階が民宿になっていて、美味しいもの食べて飲んですぐ寝られる天国なんですよ。メニューはコースのみで、料金は昼も夜も9500円です。宿泊代金は平日6000円、金土祝日前日は6500円と超破格です。お部屋からは海が見えるし、お風呂もあるしで、温泉旅館と変わらないサービスです。それなのに高級寿司店のクオリティのお食事がいただけて、宿泊して2万円でお釣りが来るなんて素敵すぎる。ただし唯一の難点は、予約が取りづらいことです。毎年6月頃に予約がスタートして、一瞬で翌年の分が埋まってしまうんです。そろそろ2025年の分も始まるので、頑張って予約したいと思ってます。はい、でもチェックインは16時なので、まずはランチをいただきます。まずやってきたのはサマニカレーさんです。こちらは化学調味料などの添加物を使わないカレーを、友人のお宅のような空間で食べられるお店です。メニューはサマニカレー、チキンカレー、チキンキーマの3種類。ひよこ豆とチキンのサマニカレーにしました。スパイスたっぷりで奥行きがある地味深いお味です。ひよこ豆をほくほく、チキンはパサつかずに柔らかいです。固めに炊かれているサフランライスとの相性も抜群。辛みほとんどないので、スパイスで味変もできます。雨で冷えたので、あったかいチャイもオーダーしました。どれも丁寧に作られていて、体に染み渡ります。これなら大盛りでもいけたかも。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。こちらは冷凍カレーの通販も行っているようなので、ぜひ取り寄せてみたいです。雨風激しくなってきたので、カフェに避難します。検索してコーヒーが美味しそうだったあけびやコーヒーさんです。
建物の下に2台分のパーキングがありました。お店のマスターが雨なのにわざわざ外に出てきて教えてくれました。ウッディーな店内の壁で囲われた個室のようなお席にご案内いただきました。こちらコーヒーやスイーツ以外にも軽食が充実しています。ブラックカレー、ホタテカレー、ホットドッグなど気になるものがたくさん。お願いしたのはホットのカフェオレとチーズケーキです。入り口に撮影禁止と書かれていたので、念のため食べ物は写してもいいですかと聞いたら、マスターが笑顔で自分たちとケースの中身だけ写さなければ大丈夫ですよと許可してくださいました。お店の中はおそらくオーナーさんご夫妻が世界各国を旅行して集めたグッズが並んでいます。手作り感あふれるめっちゃ落ち着く空間です。カフェオレをミルク感たっぷりながらコーヒーも強めに感じれる濃厚な味わい。チーズ感たっぷりなクリームチーズが嬉しい。ケースの中には素敵なカップなどが並んでいたのでつい拝見。こちらはのりたけさんでした。雨の日に素敵なひとときを過ごせました。ごちそうさまでした。さてさて、まだ時間があるので真鶴半島の先端まで向かいます。景色を眺めるのは明日にするとして、海竜博物館に入ってまったりしよう。真鶴は溶岩が噴出してできた半島で、岩場が多くカニや小魚、貝などの生物の種類が豊富だそうです。真鶴半島の特徴や知らなかった貝のことなどが知れてなかなか楽しかったです。江戸時代の火事で木材が必要となり植林された真鶴半島は緑が豊かです。雨が小降りになったのでやってきました貴船神社。Google 先生の指示に従ってきたら、どうやら石段をスキップしたみたいです。静かで落ち着いた雰囲気のいい神社さんです。毎年夏に行われる貴船祭りでは、このおみこしを船に乗せて渡り町に向かうそうです。貴船祭りは重要無形民俗文化財に指定されてます。お祭りめっちゃ盛り上がれそうですね。せっかくだから下まで降りてきました。お参りしてからお楽しみの目的地に向かいましょう。はい、16時のチェックイン早々にやってきました。伊藤家の坪さんです。1階の右側が海が見えるレストラン、奥に進むと左側に宿泊者用のお風呂があります。
脱衣スペースにはタオルや洗面所のほかアメニティも揃ってました。なんとレファのドライヤーもありました。両側にシャワーもあり 3,4 人でも入れそうです。はい、では2階のお部屋にも行ってみましょう。畳の6畳のお部屋は海が目の前です。お部屋へのドリンクの持ち込みは自由だそうで、食事をいただいた後に飲み直すこともできます。忘れがちなワインオープナーも完備してました。お部屋の目の前にあるミニキッチンには氷やお水のサービスも備わって至れり尽くせり。なんと浴衣も用意されていて、宿泊者は浴衣で夕食をいただいてもいいそうです。お部屋の鍵は可愛い南京錠でした。ちなみにトイレは共同でしたが、お風呂と同じような洗面台付きでした。Wi-Fi もしっかり飛んでました。さあ、じゃあ先にお風呂に入らせていただき、夕食に向かうとしましょう。まだ明るい6時から飲める幸せ。お飲み物はワイン、日本酒、焼酎など充実。ノンアルもたくさん揃ってます。はい、では前菜から順にご紹介します。お家で採れたじゃがいものすり流し、マトウダイタコのみぞれあえです。風呂上がりのビールがうますぎる。すり流しはほんのりお出汁で滑らか。マトウダイのコクとタコの歯ごたえが絶妙。お作りはヒレマサとキハダマグロです。あれ、ヒレマサってこんなにとろける食感だったっけ。キハダマグロは油があっさりで癖がありません。さらに盛り合わせがやってきました。盛り合わせの全貌はこんな感じです。お豆腐は新茶の香りが香ばしいです。サザエの肝和えはほんのり苦味と歯ごたえがつまみにぴったり。トロカツはザクザクに身が詰まっていて、揚げたての薄いカリカリ衣が軽い。タコはプリップリで黒胡椒がいいアクセントです。味や食感が異なるお料理が美しく並んでいて、心の栄養も補強できそうです。さあ、ここからは握りがスタートします。知られざる高級魚と言われるメイチダイ、脂が乗ってもちもちです。お次はメジナ、淡白であっさりいただけます。貝割りはアジ科のお魚だそうですが、青魚っぽさが少なく、ふっくら品のいいお味です。お次は脂が乗ったイサキ、シャリは赤酢でまろやか、小さめなどでパクパク食べられます。ここらで神奈川の日本酒をとお願いして、ザルソウ蓬莱のピンクのラベルをいただきます。青いラベルは少し酸味があり、ピンクはすっきり清らかなお味だとか。
ほんのり華やかな香りがする飲みやすいお酒です。ようやく日が暮れてきました。こちらはカマスのすじめ。あっさりかと思ったら旨味が凝縮されてます。大門旗の昆布締め、もちねちっとした歯触りがたまりません。金目鯛も昆布締めされているから旨味が爆発します。ナイスタイミングでもずくのお味噌汁。大将がちょうどいいマグロと言ってにやりと笑ったマグロ。飲んで隣の席の方と喋っていて小肌取り忘れました。甘くなくてお出汁が効いた美味しいだし巻き卵も取り忘れました。そして最後はアオリイカです。お腹いっぱい、大大大満足でした。満月を見ながら10秒でお部屋に戻れるなんて最高すぎる。月見酒をしながら寝ます。おやすみなさい。眩しくて目が覚めた日の出の時間。二度寝して起きたらあっという間に日が昇ってる。朝ごはんはついていないのでチェックアウトして食べに行きます。ありがとうございます。お世話になりました。検索して真鶴で唯一朝8時からやっている青木商店グライドさんに来ました。こちらもとお茶屋さんを改装したカフェで自家焙煎のコーヒーや抹茶をいただけます。和よりも洋の気分だったのでいきなりのタコライスオーダー。どことなくお茶屋さんの雰囲気が残るモダンな店内。もっと軽い感じをイメージしていたのだが、結構しっかりがっつりなタイプ。スパイスを効かせたお肉はマイルドな辛みで食べやすい感じ。コーヒーはコクがあって香り高く美味しいです。そういえば山梨でもタコス食べていたことを思い出しました。お店の方もとってもナイスで、すごく居心地が良かったです。かなりボリューミーでお腹いっぱい、ごちそうさまでした。そして今日こそいい景色が見れるかなと再びやってきた真鶴半島の先端。昨日とは打って変わった穏やかな天気で最高。せっかくだから三石海岸まで降りてみましょう。降りる途中で真鶴半島の先端三石が見えます。今干潮なんですかね。先端まで歩けそうですね。土曜日で天気もいいし、磯遊びしているご家族がたくさん。
途中のカフェはお休みのようでした。さて、真鶴の最後飯ランチにやってきたのはピザケニーさんです。数名並んでおられましたが、団体さんだったようで一人はすんなり入れました。こちらは一般的なピザだけでなく、うずわやサバみりんなどを使ったお魚系ピザが豊富です。食べてみたかったサバみりんとリコッタチーズ、そしてシラスと合わさと卵のハーフ&ハーフにしました。カウンター、そしてテーブル席が5つぐらいのこじんまりした店内です。来ました、こちらはサバみりん、そしてシラスと合わさです。まずはサバみりん、塩気がチーズと相性抜群、生ハムを思い越させるコンビです。シラスは間違いのない感じ、安定した美味しさです。ピンクペッパーはサバの臭み消しですかね。生地はもちもちしているタイプで、端まで柔らかくて食べやすいです。リコッタチーズはあっさり、癖がなくサバを包み込む感じ。周りの方もほとんどがお魚系のチョイスでした。お魚系のピザ、意外な美味しさでした。ごちそうさまでした。天気が回復して、帰りは景色を楽しみながら帰れそうです。最後までご視聴ありがとうございました。